サムサーラルーム。はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回はね、今海外でものすごく人気のある脱出ゲーム、サムサーラルームというゲームをやっていきたいと思います。サムサーラルームね、日本語訳すると輪廻転生の部屋っていう感じですかね。人間が生まれ変わって別のものになるっていうことが輪廻転生なんですが、この脱出ゲーム、変わったところが自分が別のものに変わってしまうということらしいんですね。まあ、ちょっとそれだけだと意味があんまりわからないんですが、どういう感じのゲームなのか楽しみです。ここはどこだ、これは生命の缶なのだろうか、抜け出す方法を見つけなければ。輪廻転生っぽかったな今の。はい、お、矢印をクリックして移動します。うん、これ矢印だけど、なんかもう自分が何者かわかんないのかなと思ったけど、若干映ってんな、すごいな。目だけが白目ぐっちゃーんってしてるけど。お、これは私なのか？いや、こんにちは。やーって感じだね。あなたじゃないの？自分が何者か、もしかしたらさ、自分が変わるって言ってたからさ、もしかしたら何か起きてもう一度鏡を見ると、違うようになってんのかもしれないね。なんだこれ。鍵がかかっている。なんかあれだね、あの飴玉入れみたいなのがあるけど、これも必要なアイテムなのかな。お、やった、アイテムはインベントリから選択して使用します。ろうそく、あ、この黒い状態になったら使えますっていう状態なんだね。ろうそくをまさかそのアイテムウィンドウに横側に入れるって結構斬新だね。この植木鉢は手に入んないと。こういうところにね、あの家の鍵とかあったりしますけどね。なにこれ、お、開かない。おーい、開けろ、確実なるヒントだぞこれは。ろうそくで10とはいかない。ハサミみたいなのがないとダメなのかな。電話がありますね。は？は？え、これ並び替えか？ちょっと待って。G E H N M E N E T L I。なんだろうこれ。触れる？あ、触れる。テレフォン、テレフォンってできそう？テレ、おうおう、あ、できねえ。テレフォンじゃないのか。まあ、とりあえず一回適当に入れてみますか。うん、絶対違う。電話番号みたいな感じなのかな？まだちょっとヒントは足りないっていう感じ。ただまだまだ俺にはやることがある。積むまではまだ。調べていきましょう。ドラッグできます。何を？あ、回すのか。え？ここは回せないのか。まあ、とりあえずなんとなくこうしちゃいたくなるよね。あ、ああ、ドラッグできた。ん？どういうことだってばよ。何か仕掛けを。え、これじゃダメなの？あ、あ、いた！めっちゃ簡単！あ！またろうそく、いいよ。こんながっかりすることある？ねえ、主人公の一番初めに手に入れるアイテムと二番目に手に入れるアイテム、ろうそくって。なんだこれは。ねえ。お。これは？開かない。意外と開かない。案外こういう下側にあったりとかもあるんだけど。なんで開かないの？ああ！ドラッグできました！どんだけろうそくなんだよ。え、牛の国参りでもしようとしてんの俺。主人公お坊さんなのかな。やったー、ろうそく以外のものを手に入れた。うん、焼き魚しか今作れないけど。おお、おおおおお、すごい、めちゃくちゃアイテム手に入れたよ。あ、切れないんだ。あ、でも結構収穫はありましたね。お、なんだこれ。時計がありますね。え、なにここ。鍵か？うん。こうやって、クリックリックリってしかできないね。まあ、なんか中に入ってんだろうな。ほう。お、また回せる。あー、時間がわかれば、なんかここから飛び出すんだろうな。まだ無理かな。え、いるじゃん。おー！
ヤモリ。いなくなっちゃった。すごい悲しい。何の意味もなかったのかな。なんかあるよ、ここに。これ何これ。え？絵なの？あ、ナーイフー。ん？ナイフ使おうよ。ここでナイフ使わなかったら何をすんの、これ。とりあえず開けましょう。開けた状態でナイフ。おお！おー！あ！またろうそく出てきた。あー！とうとうろうそくを使う時がやってきたぞ！イエーイ！こんなにも早くろうそくを使う時がやってくるとは。何ここ、グイーンって開くのかな。気持ちいい開き方してほしいな。あ、お魚、お魚どうですか。はい、捧げました。切りまーす。あ、違う。あ、取れるのか。これもしかしてナイフも？ナイフは置けない。とりあえずお魚置いとこうか。うん。そっか。ナイフで手紙を開けられるな。これ間違いないでしょ。律儀だね。俺もビッビッビッってもう開けちゃうけどね。ほとんどの手紙というか、送られてきたもの。え？エヌライテンミー。お、これ、一番初めにチラッと出たリンネのやつだな。人間、魚、で、なんか虫とか。なんだこれ。こんなんじゃわかると思うなよ。さっき書いてた文字と関係あるかな。あ、ありそうだな。ちょっとこれメモるか。ENLI、GHTENME。同じ言葉だな。さっきメモったやつと。じゃ、これを、電話に打てばいい。お、今んとこ、そんなに積むことなく一応進んでるね。うん、そんなに今んとこ難しくないかも。G、で、N。これ、見たことない英語ですね。あれ？なんか間違えてるかも。あ、できたできた。これでしたね。N、N と H を間違えました。なにこれ？マッチ！おお！え？もしかしたらクリアまでも行ったか？もし、でも、姿が変わるもんな。あと、この謎もまだある。じゃ、ろうそくにとりあえず火をつけて回りますか。はい。これなんかもらえるっしょ！来たー！気持ちいい開き方！そして？え？姿が変わんのか、これ。え、怖い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 。お。待って。待って。やべえやつになっちゃった。これルフィが一番初めに考えた魚人みたいな感じになっちゃったよ。波のさ。少し魚っぽく見える。少しじゃねえだろう。ん？なにこれ？お！貝殻。使わなかったアイテムっていうかは、手持ちにあるんだな。魚に変わっちゃったな。なんか浮いてるよ。水の中ってこと？おー！なんか一つだけちょっと太いのがある。え？は？は？どういうことだってわよ。ああ、ここもまだ開けられなかったな。鍵が必要なのか。水中みたいな感じなんですかね。ええー、気持ち悪い。え？え？ええ、どういうこと？順番あんの？ええー、気持ち悪い。接してないやつを、あれ？違うな。わかんねえな。どういうことなんだろう。いっぱいあんな。引き出しが浮いちゃったってことか。なるほど。今回もろうそくを3つ集めた時のように、アンモナイトをどうやら3つ集めるのかな？あ、当たった。あ、いけ！おう！意外とやるもんだな。ちょっとひび入ったけど、これじゃダメってことか。いや、叩きつけろよ、地面に。うん、まだ謎は解けてないもんね。お？お？お、お、お？なになになに？なんかめっちゃ出てきたんだ！あー！なんだ？うれぇ！ナイフあげちゃった。あ、なんかくれた。ええー、
いらない、いらない。なんだこれ。トラファルガーローか、これ。え？心臓もらったけど。これ最終的に捧げる感じがするね。もう、お役ごめんかい、ここは。まあ、とりあえず、捧げようか。なんかもう魚じゃなくて、こっちな感じするね。姿変えたいもんね。マッチまだ持ってんのか。マッチ持ってるけど、うん、もう必要ないもんね。なんだこれ、これどうすりゃいいんだこれ。あ！これ黒い部分以外押すのか。おお！がっかり。なんかもっと目新しいアイテムが欲しいけど、これだなぁ。おー、あれ？日々行く。あー、いろんなところを餌あるのか。俺今マッチ持ってるけど、マッチでも砕けんのか。おー揃っちゃったなぁ。じゃ、これでいいんじゃない？今回火つけられないもんね。おー、いたー！なんだろう。さっき魚あげたら、魚マンに、ウオマンになったから、今回は人間になりそうな気がするけどね、臓器。元に戻っちゃったなぁ。いや、これは私なのか。さっき見ただろう。メガネかけてんのかなぁ、この感じ。ジョン・レノン的な感じなんでしょうか。元に戻っちゃったよ。あ、ヤモリ。おい、ヤモリさん。これなんかあるなぁ。え、いなくなっちゃった。なんかありそうなんだけどね。これやってなかったもんな。あ、順番だ。はい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 。魚に戻ることできたんだよね。魚をまた捧げれば。レッツスシンキング。おお、なんかもらった。ほいほい、うん、兜追ってんの。おお、鍵ナイス！なるほど、なるほど。これで魚編はもう全部、やったかな？魚でできるやつは。じゃあ、人間に戻って、多分この鍵で、とりあえず、ここだ、ここ。ん？これじゃないのか。どっかに、戸棚だっけ？戸棚というか、引き出し、あ、これだ！これで、じゃあ、これで、ヤモリ捕まえるんだ。あー、なるほど。間違いないね。ゲッツ！いや、さっきみたいに逃げろよ、お前。なんで従順なんだよ、瓶に関しては。だから何みたいな。お、ヤモリゲット。ヤモリ人間になるんだ。なるほど。爬虫類に。これでなれるわけだね。オッケー。じゃあ完全に新しいとこに来て、ちょっと、真逆になってる！はぁ、天井に張り付いてるみたいな感じかな。100日後に死ぬワニみたいになってんな。いろんな意味で100日後に死んじゃったからね。面白い眺めだ。やーって絶対やるな。自分が爬虫類人間になったら怖いと思うけどね。何これ？ビー玉。なんでこのビー玉落ちないの？てか、俺が逆になってるだけか。おー、なるほど。これを集めるんだね。で、ちょっと一回アイテムが今パンクしそうだから、ここに入れていきましょう。なんかこの心臓とかさ、魚とかまだ持ったままだからさ、結構アイテムインベントリーパンクしそうだね。火つけようか。嘘！あ、順番？低い順かな？あー、なるほど。簡単！ちょうどいい！やったー！オッケー。ほんと簡単だね。そんなに難しくない。はい、オッケー。理不尽さを感じないね。ちょうどよくていいですね。ちなみにこのゲーム、Steam で無料でできるんでね。で、皆さんおすすめですよ。あ！なるほど。これはこうやって、
あ、ずらせない。あー、なんだ、なんか、こう、容量的にさ。ああ、そういうこともできんだ。はい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 。なんか惜しいとこまで行った気がするけど、合わないな。全部ここの赤い枠のところに合わせなきゃいけないわけだから、なんか惜しいとこまで行った気がするんだよな。重力がさ、この反対向いてるから、落ちちゃうんだよね。こうすると、こうやって。だからちょっとこういうところに置いたりとかしつつ変えていくっていう感じだね。お、いけた、これいけたな。で、こう置いてこう。え、いけてない？嘘。え、ちょっとはみ出してんのかこれ。え、長さ違うのかな。こっちにするか。いけてないのこれ。絶対いけたと思ったんだけど。だってさ、いけてるでしょこれ。これでいいでしょ。あ、なるほど。これはここじゃないとダメなんだ。確かにこの記号みたいなついてんだ、 S みたいな。なるほど。だとすると、こうで。はい、OK。あー、やったやった。お、お、あ。あ、どこ行った？おい、どこ行った？え？どっか行ったんだが。どっか行ったんだが、あの本。何だったんだろう。とりあえず放置してみるか。まだあるし。絵が逆に描けられてるけど、特に触ったりできるね。できるけど、特にないな。お、あ！なんか紙が。おー！見知ったビー玉。これはどうだ？あ！ 3時55分って書いてあるじゃない。大ヒントですね。いや、怖い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 。3時55分にじゃあちょっと、針を合わせてみようか。3時。あ、単身は動かせないのか。3時。もうちょっとだね。ここら辺。やった！三角の鍵。はいはい。鍵。この下見れないから、鍵使うところが、わかんないぞ。でも、もう戻ろうと思えば戻れるね。どうしようかな。人間に戻ってみるか？鍵あるもんね。はい。で、ちょっと人間に戻って逆になれば鍵を使える場所もあるかもしんないから。三角の鍵、あ、これですね。はあ、あ、三つもいるんだ。ラスト感あるな。お、あ、重力で落ちてきたな、俺が使った。ここの上の方にきっとあるんだ、さっきの本のやつは。ん？文章をクリックすると翻訳されます。ありがてえ。生贄の種。おう。時間を記憶する必要がある。なんだこれ？どういうこと？人、魚、このヤモリ。今まで俺が変身してきた三人ですね。過去は決してなくならない。あ、この時間、この時間関係しそうだな。8時25分ぐらいかな？鏡はありのままの姿を映し出す。おい、あ、虫があるね。なるほど、全4種なのかな？なんかあんじゃないの？ないか。あ、炙り出し！炙り出し！ないか。ちょっとありそうだったけどね。なるほど。まだでも虫はゲットしてないからな。え、行き先を失ってしまったな。とりあえず三角の鍵あと2つゲットしなきゃいかん。行き先を失ったって言ってたけど、8時25分が俺にはまだあった。8時、ここ、よし。あー、これなのか。まだ1個
結果行き先は失ったね。ん？この水の魚のところに本がありましたね。サマ。これ2時15分か。2時15分はまだ入れてないかな？え、水入った！え？水の入った容器。これ使いそうだね。時計の針ちょっと一回じゃあ。2時15分。うっしゃー！ 3 つ！これは、そうかそうか。一回人間に戻らなきゃダメだね。よし、進んだ！いや、絶妙な難易度だね、マジで。人間だけ心臓なの怖いな。さあ、主人公の姿が何者なのかとかそろそろ分かってくれたらいいけどね。よし。はいー。うわあ！やべえ。やべえやつ出てきた。え？なんか BGM を怪しげに。わあ！おじさん。あー、女性だったら嬉しかったけど、おじさんか。おじさんの死体が、隠されてたってこと？ちょっといよいよ主人公、なんか怪しくなってきたね。このデルタ地帯に何かないか？ここボタンになってないか？おお、なんか落とした。死後硬直で手に何か握ってたんだ。なるほど。この種を使って、輪廻転生できそうだね。できないね。植物人間になれるのかなと思ったけど、虫だもんな。なんか他にない？股間とかない？尻の穴とかに何か入ったりしない？ないのか？これで何をすんだ？あ、あー！あ、水！あー！すべては！これ虫が。別のとこに行けば、虫があの草のとこにいたりすんじゃない？なんとなくだけど、この植物じゃない、あの、この爬虫類を人間だと、あの植物の上のところ行けるじゃん。お、なんかつぼみできてましたね。はい。はい。はい、好き嫌い、好き。いたーいましたね、ニョッキが。さあ、一番なりたくない昆虫になりたいと思います。そう、ラストだね。これで、イモムシか。そう、あの死体は何なんだろうな。うわ！寄生されてんじゃん。なんかブツブツしてる。ちっぽけな気分だ。虫ですからね。やーってやめろ。あ、でもなんか、主人公の、この視点がすごい低いのがわかるね。お、落ちた。ん？マイナスドライバーか。そういうアイテムが手に入りそうだ。てか、今持てるアイテム2個しかないもんね。うん。なんか、できることが本当に少ないですね。引き戸を開けたりもできない。マジでちっぽけで存在です。あ、ナイフ。オッケー。まさか？このおじさんにね、ああ！あ、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 中に入った！おじさん気持ち悪いだろうな。え？なに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 ？なんか飛んだ、なんか飛んだ。なに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 、なんか飛んだ。え？なんか飛んでる、たまに。たまになんか飛んでる、火の玉が。お、やっぱなんかたまになんかあるね。え、おじさんの中、こんな木が生い茂ってたり、カラスが住んだりしてんの？なんかいる。おお！なんだこれ！魚入れてみる？いや、使えないのか。時計。1が何か、2が何時か、3が何かとかがあんのか。これなんか、待って、とりあえず、1はわかんないけど、4が虫、3が爬虫類。まあ、手に入れた順か。2が魚、1が人かな、じゃあ。で、その人がそれぞれ何になってるかが分かれば、もしかしたらなんか入れられるかもしれないな。一回戻るしかないか？これ。うえー。
ヒゲとか剃れない？剃れないか。耳から入れない？ああ、結構毛深いタイプだな。なんでこの死体が落ちてんだろう。お？なんかここにいた？あ、あ、待って待って。花が散ってる。でも何もまだ集められてないもんね。お、本が読めるか。あ、あ、これを集めんのか。なるほど。花びらを今回は集める。なんか上の方散ってたよね。なるほど。マイナス、あ、これで開けられないか。おっしゃー！よし。ぽい。なんか難しそうな何かがある。ん？なんだこれ。動かせるけど何？動かせる範囲狭いな。ちょうどいいとこにやれってことかな。あ、あー、なんか回路を全部ちゃんとつなげみたいな感じですかね。ここの方がいいかな？ここがいいかな？こっから始まってこの回路がこう上来て、こう上来て、こう行って、ここだから、こう、こうじゃないな。こう繋がって、あー、完璧ー！お、電波を発した。花びらか。なんで落ちてきたんだろう。よし、オッケーオッケーオッケー。順調だね。こういうパズルのね、難易度がすごくいいですね。よし、オッケー。あと二つか。戻ることもできないもんな。マッチ。お。あ、開ける。あれ、さっきやったかな、これ。うん。あるじゃん、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 あんじゃん、あんじゃん。え、これなんで取れないの？なんで取れないの、これ。なんで取れないし。おお、落ちてきた。めっちゃ落ちてきた。あー、なんかふわふわしてたら落ちてきましたね。じゃあ、やっぱ口の中かなぁ。お！今の捕まえたことになったのか。この光がさ、なんかわかんなかったんですけど、四つ目のやつこれで人間のやつ捕まえたことになったっぽいなぁ。ってことは、これ一が人間なんでしょ？人間の記号がわかんなきゃいけないわけじゃん。それが難しいなぁ。その記号をどこかで絶対調べてこれるはずなんですよ。人間。ん？ちっぽけな気分だ。あ！あ！ああ！はあ！これ動かせんじゃん。なるほど、メールですね。イモムシは、メール。でもこれ過去さ、調べられたのかな？鏡移動できたのかもしんないな。だとすると、花びら1個足りないから、戻れないでしょ？うわー、これきつい！今までのとこも、スライドできたんじゃねえか？これ。ってことは、積んだ？積んだ？積んだかもしんないな。そう、4が、とりあえず4が、メールだもんね。はぁ、これ全通り。きついな。これセーブとかって？ないのか。ないか。どうしようかな。これやり直さないとわかんないかもしんないってことか。あれ、もうここに戻ってる。あー、きついな。ちょっとセーブないので、ここに戻るのはちょっと大変なので、なんかちょっとないか、ネットで探してみますね、これは。
はい、ちょっとインターネットで調べてみました。攻略サイトがあったんですけど、やはりこの人間の時とか魚の時、ヤモリの時に鏡を右とか左に動かすと、その記号、まあ、それぞれに対応した記号が、見ることができたらしいです。で、その時でしか絶対見れないので、イモムシ時代に、なってしまうともう戻れないので見ることができないので、今ちょっと俺積みの状態になってましたね。ちょっとこれ申し訳ないけど、これはちょっと、調べさせていただきました。人間の時はこのなんか、うん、この毛、眉毛みたいな、この毛に、毛の記号になってました。で、魚がよくわかんない記号なんだけど、魚がんどれだ、魚がこれですね。はい、この四角、おーおー、あ、3はもう合ってたのか。ヤモリがこの三角形に、このあれで、ん、卵、あれ花びらじゃないのか。あれ花びらもしかしてゲットできんのかな、どっかで。もう戻れないとか言ったけど、卵いる？違うね。卵いる？あれ、なんか思っても見ない展開だな。あ、あ、これ以上ゲットできんだ。あ、卵いた。あれもしかして花びらゲットできんのか？あ、あ、すいません。戻れるね、これ。すいません。そんな、ま、罪のような、あれだね、仕組みにしてないわな。ちょっとすいません。攻略サイトちょっと早計すぎたな。失敗した。完璧なクリアじゃなくなっちゃった。気持ち悪い。畜生やられた。もうちょっと頑張る。うおー！バードマンになりました。攻撃力1800のバードマンに。自由な気分だ。あー。鳥類は最強なのか、こいつの中で。まだまだ続きそうだな。まあ、そうだよな。あんな簡単につまんわな。壁紙がいい感じの壁紙になったな。え？え？飛んでっちゃった。どういうことなんだい？うん、ちょっと後回しにしよう。ん？リスいる。おう。おい、ナイフで落とすしかねえな。おい、よこせよ、お前！こいつが持ってる葉っぱが、重要かもね。ん？なんだこれ。分銅。おー、めっちゃもらえるな。フクロウは羽を広げながら、月は今までにないほど大きく見えた。月は今までないほど大きく見えた。あ、下か。それから再び頭を動かした。待って、一番初めから読むか。夕刻に日が沈むと、はい。一羽のフクロウが夜風の中を飛んできた。うん。月は今までないほど大きく見えた。フクロウは羽を広げながら、私の右を見た。フクロウの右。それから再び頭を動かして私を見た。そして、こう言った。お、まだ、もう一枚あった。目的を忘れてはいけない。フクロウは左を向いた。そしてこう言った。あなたは別のものに変わる必要がある。姿を変えなさい。フクロウは私の目をまっすぐ見つめた。朝に日が昇るときに。そう言うと、フクロウは頭をぐるりと回し後ろを向いた。そして飛び去った。ちょっと何言ってるか全然わかんないな。ちょっとポエムすぎるな、これは。私にはまだ早いですね、これ。お？あ、時間が書かれてる。また時計の針をなんとかするんだろうな。なんかここダントツで難しい気がするな。昼14時。じゃあ、アフタヌーン。14時。夜明けの時刻。昼。夕方。夜。朝。夜明けの地獄。え、虫と心臓、体、イコール1。マジで何言ってんだ、これ。えらい難しくなったなぁ。難易度高いっすよ、これ。お、卵。卵。
分銅でなんとかできないか。なんか重さ関係がちょっとありそうだね。あ、ここは、昼は14時にすりゃいいんだよね、多分。時間を経たせていくのかな？はい。おい。10時したよ。ダメだなぁ。いや、難しい。難易度が上がっている。ここってもしかして分銅？分銅ではないか。ええー。あ、あ、分銅乗せるところっぽいの出てきたか、これ。いや、乗せられないなぁ。なんかこういうの全部吊るされてるからなんかできんだろうなぁ。ちなみに、鏡は移動できない。あ、卵！これ、真ん中にあった卵戻しましたね。あ、割るのか！生いてね。おー、生まれたー！かわいい！ほい。虫あげる？芋虫。芋虫だよ。さすがにあげちゃダメか。なんかたまに変なやついたな。お前だよ、お前！お前！たまになんか違うやついるんよな。なんかそ下側にいんのかこれ。え？なんか触るとこ関係するこれ。お！あー。お、揃った。揃ったんだけど色が違うな。なんか新しいやつ、おー！新しいやつが出たら触るのかな。え、怖っ。白いやつも出てきたんだけど、こいつ初めてだな。なんで何が正解な。新しい新規のやつをなんか触り続けたら正解だったのかな。やっぱ羽を揃えるんだな。ちょっとマジで意味わかんないとこ結構あったな。次は何をするべきだ？あ、これ触れるじゃん！ん？お、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 姿変わる。一定の場所だと姿が変わる？おお。ここだね。色がものすごくちゃんとつく場所があるね。ん？どこだ？なんかここら辺な気がするんだけど。こいつじゃないのか。あ！虫だ！よし。卵が。ん？おお！あ？あ、またこれ？来た。7時25分ぐらいかな。にすると何か起きんのかな？はあ。こういう雲も関係あんのか。7時25分。ここ！あ！昼になった。ここ14時じゃなかった？なんか情報でさ、関係ないかな。アフタヌーン14時みたいな。あ、それで戻れんのか。いや、戻しちゃダメな気がするな。7時25分にちょっとしとこう。そしたらなんか時間が変わったことによって、変化が見えるかもしれん。お、なんだ、ひまわり。昼の時間だからか？おおおおおお。え？何すんの？高い順？みんないなくなっちゃったな。これでもなんかできそうだね。お、お、お。ひまわりを植えてみるか。あ、太陽にひまわりは使えないか。
え、動かせるけど、なんか植えるものが必要なのかな。紙飛行機。よし。これは、あー、羽もらった。舞い上がれ。あ、これが、打つ文章か。達筆達筆なんだよ。なんて書いたんだよ、これ。なんて書いたんの？アップはわかるけど。なんかそれっぽい文章を打てばなんとかなるかな。とりあえず、2個目はゲットしましたと。よし、OK。あと2個だ。一応なんだかんだ言って見えてきたな。アップはラストでしょ？あ、なんかそれっぽいことが書いてあったんだけど、ライスアップとか？お、合ってた！これが舞い上がれだったんだね。なんか気球飛んできたよ。おー、どこ行くんだお前！どこ行く？あれ？お、元に戻っちゃったな。気球どこ行ったし。あー、待って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 。こんなでかかったの気球。やべえ。なんか持ってる。おお、あのおっさんの手か。え、え、どういうことだってばよ。ひまわり関係ある？いや、関係ねえよな。いや、手出されてもな。ほら、ダメか。あ、火をつけんのか、これ。おー、ついた。おー、この荷物もらえそうかな。おい、よこせ。あ、ナイフだ。うぃー、ざまみろ。飛んでけー。よしよしよし。今日の成果だ。なにこれ。土、いらねー。お、なんか出てきた。あー、いっぱい出てきた。あ、フクロウの、あれか、ヒントか、これ。ちょっと後回しよう。天秤皿。天秤皿。ここか。じゃ、ちょっとお皿をまず置きましょうか。いや、難しいね。はい、オッケー。分銅も乗せちゃっていいかな？なんか、何対何とか書いてあったよね。それ関係あんのかな？あと、土を手に入れたから、これ、ひまわり関係するよな、多分。ひまわり先っちょしかないけど。あったんだね、草のとこ。はい、オッケー。なんかあるでしょ、これ。これ絶対なんかあるでしょ、これ。ん？お、お、お？絶妙な角度。絶妙な角度だけど。ん？おお！やったね、ハム太郎。なんか、いい角度だったのかな。ひまわりの種。置けるか？ひまわりの種。置くアイテムではなさそうだな。あ、いる？ひまわりの種。ヒナはいなくなっちゃったな。そうか、そうか。リスがいたよね。リスがいたから、リスはもしかしたら、こっちの朝の時間にしかいないのかも。リスがいなくなってた。いた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 。ほら、こっちの方がいいだろ？どう見たって。交換だ。よし、ありがとう。こんな羽じゃ食えんからな。よし、三つ目。三つ目揃ったけど、今から何をすればいいかがわかんないなぁ。箱を開けるっていう感じか。そうなってくると、あ、わかってる。14時、19時、25分。イコール1。夜の時間と朝の時間がわかんなきゃダメだな。これか。あー、わかった。
Into the night。ナイトの時間、これ、点々って時間なんだ。なので、メモしよう。虫心臓、じ、ヤモリ、魚粉ってことか。で、分動は1だから、重さを、これちょっとめんどくさいことさせるな、これ。これで、重さを分かってこさせるってことか。例えば、魚、置けるでしょ、これ。分動重いね。心臓は？あ、なるほど。じゃあ、爬虫類は1ですね。分動が1だから、爬虫類の数字は1。イモムシの数字は、あ！イモムシの数字わかんないな。まあ、そうなるよね。イモムシの数字って、これ0ってことでいいのかな？多分0だよね。イモムシの数字は0。多分そういうことだろうな。2個置いたりとかもできるのかな？2個置けんのか。なるほど、なるほど。で、心臓置いて、ヤモリ。ああ、ダメだ。ヤモリ置いて、2でもないか。なるほど。じゃあ先に、魚と心臓置いて、なるほど、魚の方が、大きな数字なわけだね。他に同じ1のやつないかな？ないか。これ2な気がするなぁ。なんとなくだけど。なんとなくだけど2っぽくない？これ。あ、それを分かるすためには、2だ！マッチは2。ってことは、ちょっと分かってきたぞ。三つ置けるかな？あ、二つ。違う。マッチが2で、はい、心臓が3ですね。違う、心臓が4だ。マッチと2、1、1だから、心臓が4。魚は多分これ5だな。オッケー。じゃあ、0。ん？今俺なんて言った？で、心臓は4。ちょっと待って、なんか、わかん、なんかちょっと頭悪くなってきた。ちょっと待って。そうだよね。2、3、4で、心臓が4で、魚が、もう、ちょっと重かったから5ですね。多分これで合ってるはず。ダメだったらもう一回測りに来よう。他のやつとかも使えばもっとわかりやすくできるかもしんないので、こうなると、4時15分が、夜。来た！ 4時15分で合ってましたね。さあ、これで変化が生まれるかな？うん。あんま変化生まれてないな。あんまり変化が生まれてないぞ。あ、袋いる！あ、ナイフだ。このナイフ結構使うな。ビッグナイフサーキス。怖い怖い。ベアード様。え？この目一突きできないかな。え、怖っ。怖っ。あ、フクロウいる。あー、フクロウの向きとか言ってたな。あ？あ？ぐるぐる回せる。されるがままやな、あの袋。ってことは、これだよね。あ、これじゃない。あ、勝手に記入してる。ありがたい。これか。目的を忘れるな。袋は左を向いた。この順ってことかな？こっちが先かな？夕刻に日が沈むと、袋
袋が、うん、これ同じことが起きてるね。月は大きく見えましたね。目もついてました。羽を広げながら、右を見た。この順をメモんのかな？右を見て、こう言った。目的を忘れてはいけない。左を向いた。右の次は左。はい、いいですよ。別のものに変わる必要がある。姿を変えなさい。目をまっすぐ見つめた。はい、まっすぐ。はいはい。溶けてきてる、溶けてきてる。朝日がも、昇るときに、頭をぐりと回し、後ろを向く。後ろなんてあるんだ。で、ぐるりと回す。できるかな、これ。飛び去った。朝になるとなんか、起きんのかな？ちょっとやってみましょうか。これ右ってさ、どっちを持っての右なんだろう。袋を視点の右なのかな。右。俺視点でいい？左。あれ、こっから行かない。怖いな。右。左。で、その次が、まっすぐ。で、ぐるりと回って、後ろ。ダメだな。ちょっとやり直そう。フクロウの右でいいのかな？こっち見れないんだよな。フクロウの右。で、フクロウのからの左。で、次、まっすぐ私を見た。そしてぐるりと回って、どう？ダメか。あ。右を見た後に、再び頭を動かして私を見たって、これ正面のことなのかな？こういった、目的忘れてはいけない。袋は左を向いた。そしてこういった。変わる必要がある。姿を変えなさい。で、私の目を見てまっすぐ見つめた。なるほど。一回、まっすぐが二回あるかな、これ。おー、できたー！よし！羽揃った。はいはい、難しかった。ここはちょっと謎が、難易度高かったですね。よし！何者にでも、戻れるようになったなぁ。これは？戻ってみる。人間に戻ってみるか。あ、やば。待って、戻って。人間に戻ってみよう。なんか変わるかね。ん？奥行けない。戻れないんだ。戻れないのか。そっか、この謎もあんのか。これ、袋の目じゃなかったなぁ。こいつ？お、あ、あ！あ！なんだこれ。この右のやつ。ん？はい、メモってきました。この目のところに出る星座をここに入れるらしい。一番初めは箱っぽいやつ。で、この左下のやつが、これですね。で、右上の目にすると、これ。で、最後はちょっと十字架っぽいやつですね。下を見ると。オッケー！あ、時計？なんて書いたんだ？あ！あ、回すようにすんのか。はい。これじゃ回んないな。これでも回んない。回った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 ー！めっちゃ回った。ん？あ、ここか。
一個歯車が足りない、実はこれだったとか、ないか、この設定の歯車が実はここで、みたいな。え、ここまで来ると、もう入れ替えられないもんな。あ、ここで止まってるってことは、7時45分に合わせんのか。これで朝を迎えんじゃない？はい、OK。よし！オッケーオッケー。ラストか？あー、なんかトキみたいないる。こいつの親鳥か。卵もうぶっ壊しまったよ俺。虫いる？あー、食べた！食べんのかい。魚いる？あー、確かに全部食いそう。まさか？それは食っちゃいかん。これは？それはいらないのか。いや、俺、俺、俺くれよ。お、お、おえー、え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 、生まれた、生まれた。不可思議。いやー、あ、そして主人公が生まれるみたいな？そういうことかい？そうっぽいなー。これはすごいことだ。すごい最後になった。おー！はい。なんか剥がせる。どういうことだってばよ。あ？終わりか？赤ん坊が、ふよふよ、浮いてるけど、おーおーおお。主人公は何者なの？輪廻転生をく、輪廻転生できたってことかな？ん？赤ん坊抱えてるな、お母さんが。ジエンド。ゲーム。サムサーラルームが、ラスティレイクの5周年。あ、ラスティレイクっていうメーカーなのかな。あ、でもなんか、すごいクオリティだったな。コンプリートした、しました。あなたにはシークレットレベルを発見できるでしょうか？シークレットレベルって、なんか隠し要素があるっていうことなのかな。ちょっとわかんなかったけど、でもほぼカンクリはできましたね。なんかいろいろ考えさせられるようなお話でしたね。とりあえず輪廻転生して赤ん坊になったっていう、紆余曲折して、あの死んでいた人間は何なんだろうな。死んでいた人間がもしかして実は自分で、で、まあ、鳥になったり、虫になったり、いろんな輪廻転生を繰り返した結果、赤ん坊として生まれ変わることができた、みたいなストーリーなのかもしれませんね。はい、ということで、まあ、長い、動画になりましたが、いかがだったでしょうか？面白かったです。これは、俺は、明らかにいいゲームですね。このいい脱出ゲーム。いい難易度の塩梅でした。またこういったゲーム見つけたら、やってみたいと思います。サムサーラルームでした。